子限定の窓バイキャラ全員揃えちゃった。コラボイベント前から嬉しくてはしゃいでいたけど、まさかのコンプとは。さぞ出費もかさんだろうに。ともえまみの入手方法がコラボ期間の決勝席の消費席による累計報酬だからわかりやすいけど、今回で 34,200 個の決勝席を消費、つまり19連でコンプです。今回のコラボガチャ、ピックアップが2人1組で1キャラの天井が90連すり抜け食らったようだけど、最小限のダメージで良かったわよね。運営さんからのガチャ券の配布もあったからね。ぶっちゃけ運営の BB さん、日本での評判は良くないんだけど、アーチェリーギアの運営方法は今までの BB さんとは思えないぐらいよくやってると思う。他のゲームでは運営のやり方が不評で離れていったユーザーも少なくないはず。それに比べると、アーテリーキアの運営方法は、個人的に、満足度が平均以上の運営をしてくれていると思っています。事情はあると思うけど、このレベルの運営を他のゲームでもしてくれたらよかったのに、まあ今後に期待です。でもアーテリーキアだってボランティアで営業しているわけじゃないでしょ。しかも今回はコラボイベントなんだし、少なからず課金要素はあるでしょ。課金圧とか、みんなその辺が気になっているんじゃない？個人的には運営が課金を求める点については当たり前のことだと思ってるんだけどな。貧乏暇なしな私だけど、楽しんでるゲームの課金はあまり躊躇しないんだけど、さすがに録画課金催促を感じると気分は悪いよね。アーティリーケアはどうなのか、今回の課金要素を確認してみようか。コラボで必要になる項目だけど、コラボ限定キャラ、コラボの武器チケット、コラボキャラのスキル上げアイテム、コラボキャラの専用武器強化アイテム、コラボキャラの育成において今回のコラボ限定でしか手に入らないのは以上です。他の育成アイテムは通常アイテムで強化可能だから、別に無理して課金して入手する必要はないわよね。そしてコラボキャラの武器チケット、スキルアイテム、専用武器強化アイテムはイベントをプレイすることである程度貯まるよ。え、それじゃあ育成パックを買わなくても全キャラのフル強化は可能ってこと？コラボガチャ限定の4キャラについて見てみるよ。キャラ1人の3つのスキルをマックスにしようと思うと、合計33個の魔法技術コードアルファが必要です。ガチャ入手キャラが4人で合計132個必要か。おお、イベント商店で全て交換可能ね。次に専用武器だけど、ごめん、これは窓マイキャラの育成が資金不足で動画投稿までには間に合わなかった。専用武器、相変わらず資金が足りなくなるわね。ただ途中まで見てると過去のイベントキャラの要求数と同じだと思う。だとすると1キャラにつき武器申請チケットイコール68枚、希望の心イコール160枚となり、当店のラインナップの数とドンピシャで一致します。いやいや、でも肝心のアイテムと交換に必要な魔法の結晶体が足りなくなるんでしょ。その足らずが課金パックで補えってことじゃないの？魔法の結晶体の必要数は4キャラ分全て交換するとして8560個必要。一方、イベント参加で獲得できる魔法の結晶体は、まず1000イベントストーリークリアと、イベント任務全て完了で1540個。デイリー任務は1日最大90個です。これを15日分サボらず最大集めると1350個。イベントガチャでは6段階までで4200個獲得可能です。つまりイベントをサボらずこなすことで7090個の魔法の結晶を獲得できます。あと、キャラを入手するにあたってステップアップ報酬もありますね。こちらは90回のガチャで380個獲得できます。2つのピックアップガチャをそれぞれ天井で2キャラを迎えできるとしたら、ガチャの報酬で合計760個の魔法の結晶が集まるわけね。これで合計7850個か。8560個必要なうち7850個はこんな感じで集まるんだよね。ちなみに希望の心はイベントガチャで32個、コラボログインボーナスで30個もらえるよ。この分をイベント報酬から差し引くと魔法の結晶体を310個節約できます。なので実質8250個のうち7850個はイベント消化で獲得可能。コラボキャラ3キャラは無課金でフル強化できる計算です。魔法の結晶石、あと400個足りないのね。足らずはガチャを余計に回すか、課金パックで補充ってところかしら。てか、このコラボイベント前半後半とあるから、後半のコンテンツが不明なんだよね。
多分後半のコンテンツで魔法の結晶体の報酬があるんじゃないかな。そうだとすると今まで賛否あった育成の課金パックを買う必要がなくなって課金でもコラボキャラの育成が可能になるんだよね。ビリビリさん、ユーザーの声をちゃんと反映してくれてそうで朗報だよ。逆に課金要素はどうなっているのかしら。まずはガチャだろうね。決勝戦には溜まっていなかった人は4キャラ確保は辛いと思う。あとはトモエマミのフル育成について、トモエマミは決勝席の累計報酬で強化アイテムを確保できるけど、なんとキャラのダブラセによるランクアップも可能となっています。ただ専用武器やスキルマックスを想定するとそれなりに決勝席は必要に、トモエマミのスキルマックスに必要な魔法の技術コードベータ33個分確保するまでに6万3000個消費だからな。ガチャに換算して35連分だよ。なるほど、今回はトモエマミの育成が厳しいのね。でも他のキャラの育成は無課金でも可能っぽいし、準備はいい？トモエマミ自体も実質80連でお迎え可能だからね。まあちゃんと参加しとけばかなり美味しいイベントであることは間違いなし。窓マギに興味ない人ではアイテムは絶対回収しようね。後で通常アイテムに交換できるから。ということで今回は窓マギコラボの課金要素を確認してみたよ。私の計算が正しければ紹介した通りだと思うけど、間違いがあれば指摘していただけると助かります。あと全ての項目をきちんとクリアすることを前提としているので、途中から始めた人や難易度でつまずく人は魔法の結晶体が不足することも予想されます。その際はやはり課金パックが必要になるから、素材の消費は計画的にね。でも思ったほど課金前提のコラボじゃなくてよかったわね。言っちゃ悪いけど本当にビリビリ運営かと思うくらいに。最後に集結した窓マギキャラの紹介と中学版の評価をさらっと紹介するよ。迷っている人は好きなキャラや性能も参考にしてみてね。ということで今回はここまでになります。ご視聴いただきありがとうございました。提案なんだけど、ちょっとだけ私の魔女退治に付き合ってみない？うん、何でも聞いてくれたまえ。ごめん、今日はちょっと野暮用があって。ねえ、まどかとは知り合い？あんたも、魔法少女なの？敵と戦ってるなら仲間は多い方がいいんじゃない？準備はいい？うん、意気込みとしては十分ね。その制服初めて見たわ。私は巴まみ、御嶽原中の3年生。提案なんだけど、ちょっとだけ私の魔女退治に付き合ってみない？え？どうしたの？なんか違う国に来ちゃったみたいだね。私ってどんくさいし、何の取り柄もないし、まみさんみたいにかっこよくて素敵な人になれたら、それだけで十分に幸せなんだけどな。これまでずっとずっとずっと穂村ちゃんに守られて望まれてきたから今の私があるんだと思う。穂村でいいわ。何かしら。ごめんなさい、なんだか緊張しすぎたみたいでちょっと気分が。あなたも魔法少女になるつもり？私は自分自身の祈りのために戦い続けるのよ。よう、今度は何さ？文句あるっての？あんた。そうか、ここにも魔法少女がいるのか。なんであんたが魔法少女になるわけさ。なめんなよ、この仕事はね、誰にだって務まるもんじゃない。はっ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 、あなた
の登録でモチベーション、チャンネル登録お願いします。